です。エスナ。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢だよ。今回のお題は最新モデル対人気モデル、どっちにしたんだ？そんなことはどっちでもいいんだよ。ダメだろ、何起こってんだ。私は空を飛べればそれでいいんだよ。おー、いや、おーじゃなくってさ、これ一昔前の海外フェスのお題だからな。まあ今回はこのネモクラゲみたいなのにインクをかければ飛べるようになってるぜ。ということで今回は霊夢ちゃんの大ジャンプをお楽しみください。不安しかないんだけど。はい、今行きますよ。待たせたな。待ってねえよ。お前まさか、ジャンプするためだけにスプラチャージャー担いできたんじゃないだろうな。そんなわけないじゃないですか。こっちの下手くそか。まあ仕方ない。もう始まっちゃった以上、しっかり多いマンドリッチに戻ってんだ。スプラブーンが発売されて以来、最大級のスーパージャンプ。今こそ、この白霊霊夢、皆様にお見せしてやるぜ。スラブス思ったら何気に裏取りみたいになってるし。はっはっは。まさか後ろからチャージャーが来るとは思わなかっただろう。まさかこんな謎プレイが YouTube に上がってるとも思わぬわ。さて、今のプレイにより内閣支持率が 20% ほど上昇したところで、もうわけねえだろ。なぜ私が最新モデル陣営に着いたか、その真相を明らかにしましょうか。それは、CM の後で。ちっしょー。くだか、どうでもいいんだよ、さっさと言えや。ああ、インクの色が綺麗だと思ったからです。マジ時間返して。おっと、そこに来てるからキャッチ狩りのゴムを投げます。ああ、そこには別にジャンプしたくなかった。しかもローラーだー。今回のフェスではこのような事故が多発したようですね。だから誰なんだよ。さて、先を取り直してちゃちゃっと片付けちゃいますわ。ちょっと待った。あ、味です。ああ、これはやばい。放送事故。これは完全に放送事故だ。このフェス中に絶対に映ってはいけない企業のロゴっぽいのが映ってたな。良い子のみんな、フェスのお題にはいろいろと大人の事情があるから、あまり踏み込んではダメよ。あ、なんか適当に投げたゴムでキル取れてるな。ああ、ムズムズしてきた。私はこんな気持ちました戦い方はしたくない。もっと羽を広げて、大空を羽ばたきたい。おい、まさか。いい加減にしとけよ。ああ。はい、今のも経験超えましたね。いや、どこに経験あったんだよ。お前マジふざけすぎだろ。これで負けでもしたらアイアンメイデンだからな。アイアンメイデン、そんな中世の拷問部引っ張り出してきちゃう。アイアンメイデンされたくなかったら早く周り塗っとけよ。何その動機。でも味方さんが頼もしいおかげで戦況的には悪くないわね。無理性能の高い武器を持ってる味方さんが多いからな。今回もイーダだけには負けられない。あいつ気持ちで人の特カンニングしてたの知ってるんだからな。いや、何の話ですか。よし、ここもなんとかキルゲット。危ねえ。今回はシンプルに逃げてきたのか。でも最後にもう一回くらい飛びたい。スーパーマン霊夢を皆さんにお見せしたい。ふむ、まあ確実に勝てるんならいいんじゃないか。やったぞ。はい、ありがとうございました。すみ戻った。皆さんどうも、最後までご視聴ありがとうなんだぜ。F は負けちゃったけど、スーパーマンの気分になれてとても楽しかった。よかったらチャンネル登録や他のシリーズもよろしくだぜ。これからはみんなからのイラストを紹介するよ。よかったら見ていってね。それじゃあ今回はこの辺で。まったねー。